皆さんはじめまして、コジログチャンネルのコジローです。今日は記念すべき1回目の投稿となります。はい、初めての投稿で少し緊張していますが、記念すべき第1回目ということで、私自身について今日は話していきたいと思います。ということで今日のアジェンダはこちらで話していきたいと思います。ではまずはじめに自己紹介の方からしていきたいと思います。名前は小次郎と申します。年齢はもうすぐ24歳になります。今まだ社会人2年目になったサラリーマンです。趣味は化粧をしたりとか、スキンケアについて調べたりっていうこととか、あと家でハリネズミを飼っていて、その子と遊ぶことも好きです。こういったハリネズミの話だったりとかスキンケアの話っていうのは、これから投稿していく中で皆さんにご紹介したりとか一緒に共有していけたらと思っています。次にコジログを始めたきっかけなるんですが、大きな理由としては私立矯正を始めるというのが大きなきっかけとなりました。これから矯正を始める方、始めたいけど悩んでいる方、もうすでに矯正を始めている方、いろんな方がいらっしゃると思うんですが、そういった方々と一緒にこのチャンネルを作っていって、もし悩みだったりとかご質問があればコメント欄にいつでも書いていただいて、一緒に悩みだったりとかを解決していける、そういったチャンネルにしていきたいなと思っています。はい、それでは今日のメインの話である矯正について、話していきたいと思います。今日は、私は今週ワイヤーを、つける予定なんですが、それまでにやってきたことというのを今日皆さんにお話しできればと思います。まずはじめにカウンセリングに行きました。で、私の場合は、一箇所のみで、一箇所行ってもそこの歯医者さんにすぐ決めました。で、最初のカウンセリング自体は、歯全体を見ていただいたりとか噛み合わせを見てもらいました。で、その時に矯正の種類、ワイヤー矯正、表側のワイヤー矯正、裏側のワイヤー矯正、あとマウスピースの矯正があるということ、あと大体の私の歯を見て大体の値段というのを教えていただきました。で、その時に、次回検査をするんだったらレントゲンと噛み合わせの検査がありますよっていうことを、教えていただきました。で、そこから、すぐに検査の予約を取って、レントゲン、歯型、上下の歯型、あと歯の写真、顔の写真っていうのを、撮りました。これはだいたい1時間ぐらい時間的にはかかりました。で、その検査の結果というのがだいたい1週間ぐらいかかるっていうことだったので、ちょっと時間がここで空きました。で、検査の結果、具体的な金額っていうのをその時に、1週間後に、歯医者に行った時に教えていただき、私の場合は表側の装置が一番合っているということと、アンカースクリュー、これちっちゃいネジをこの歯茎のところに刺す必要があり、最大で4本必要になるということを、言われました。ただ幸いなことに抜歯は必要ないということだったので、健康な歯は抜く必要がありませんでした。ただ、私の場合だと親知らずがまだ4本、生えたままになっていまして、それは4本とも抜く必要があるということを言われたんですが、これは矯正を進めていくのと同時並行で大丈夫っていうことだったので、これから抜いていく予定です。はい、最後に、私の場合顎関節症の可能性があるっていうことを、最初に歯医者さんで言われていたので、矯正を始める前に顎関節症の検査が必要ですということを言われました。なので流れ的には
顎の検査をして矯正の金額の支払いをして、そこから、矯正の治療が開始という流れになります。一応今までやってきたこととしては一通り以上になります。今説明した相談カウンセリングから顎の検査までがだいたい1ヶ月半ぐらいかかりました。で、私の場合は今社会人で、週休2日、平日は普通に仕事で、土日と祝日がお休みという環境なんですが、その中でも最初から、初めから今まで1ヶ月半ぐらいで結構スムーズに進められたかなと思うので、社会人で同じような環境の方はぜひ参考にしてみてください。で、今週いよいよワイヤーの方を、装置の方をつけていくんですが、つけた後ワイヤーをつけてみての感想だったりとか、痛みはどうなのかとか、食事どうなんだろうっていうところも個人的にも不安も大きいですが、そういった内容を皆さんにまた共有して、見てみて、またご質問などがあればコメント欄に書いていただければいいなと思っています。はい、それでは、今日の動画は以上で終わりにしたいと思います。コジログチャンネルへの登録ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。顔でちょっと